MRI インターナショナル a A 文明はアメリカネバダ州ラスベガス郊外に本社を置く資産運用会社である金融商品取引業者関東財務局長第1881号預かった資産のほとんどが消失されたとされ日本での巨大詐欺事件の一つとして報道されている1998年7月設立アメリカの医療機関が 保険会社に診療報酬を請求する権利などを買い取って回収するマーズ投資というファクタリング事業で運用しているとし、元本確保型で運用額に応じて年利6.0から8.5%での運用が可能であると宣伝していた。アメリカに本社があり資産の運用を行っており、日本には視点投機はされているものの日本法人は存在せず、 単に顧客サービスセンターがあるだけで金融庁にも、米国法人として、第二種金融事業者として登録されていた。運用資金のほとんどを日本だけで集めており、約8700人の顧客から約1365億円の投資を受けていると公表していた。複数の日本の経済雑誌に広告を掲載し、サントリーホールで、東京公共楽団による東日本大震災。 支援を歌う、ハートフルコンサートを開催するなど、社会的信用を高める取り組みをしながら、安定的な投資先であることを宣伝していた。2011年以降は、顧客情報誌、ビモの表紙を、日本の各界の著名人が飾り、インタビュー記事が掲載されるようになっていた。2013年4月25日、日本国内の顧客から預かった、資産約千三百億円を運用せず、 関東財務局にも嘘の事業報告書を提出していた疑いがあることが報道された。少なくとも2011年以降はアメリカにおける金融商品による運用は行われている状況ではなく運用実態のないまま集めた資金は経営難に陥ったアメリカの医療関係施設への融資や一部の日本の顧客への配当や償還金に充当したと報じられた。 26日には、証券取引等監視委員会は、同社が顧客から集めた資金を他の顧客への配当金、償還金の支払いに流用したり、虚偽の事業報告書を提出するなど、金融商品取引法に違反したとして、行政処分する、要金融庁に勧告したと発表した。詐欺事件としての報道が進むにつれて社長である藤、長社長がギャンブルに当てたり、 プライベートジェットでの私的旅行に使ったりしていたことが報道されるようになった。証券取引等監視委員会によると MRI インターナショナルは日本語のウェブサイトでは資本金2億851万ドルと公表し、同様に関東財務局に提出していた事業報告書にも資本金181億円と記載していたがアメリカでは資本金ゼロの赤字企業として 税務申告されていた。事業報告書を提出されたのは2008年12月期から5年分で、2011年12月期に32億円、あるとしていた現預金が2012年12月期は563万円と、急減する一方、2011年12月期に、ゼロだった長期貸付金は、翌年2012年に84億円、短期貸付金も、 約26億円急増していたほか、事業報告書に記された、従業員給料は1人当たり平均年間30万円程度しか払っていない程度の額が記載されるなどしていた。これを、証券取引等監視委員会は、ずさんな内容で、ほとんど虚偽としているが、 図んと国評した事業報告書を提出開始からの5年間見抜けなかったことに対する関東財務局に対する批判の声も上がっている。また金融庁が第二種金融商品取引業の取り消しを行ったことで同社は金融庁の管轄である公正特例法に基づいて破産申し立てを行う対象の事業者ではなくなってしまい、 金融庁の公正特例法を使用した財産の保全手続きを進められなくなったほか、利息を受け取っていないにもかかわらず顧客がみなし、納税を行った、所得税及び住民税の過去のみなし納税の還付についての手続きも難航する事態となってしまった。税務署にはみなし税の還付申請を受け付けない通達が出ており、 それを見せられた被害者である元投資家も泣き寝入りの状態となっていた。また、被害の拡大を防ぐことを優先した、金融庁と顧客の被害回収のための法的手続きとのギャップがある、現在の法制度を問題視する声も上がっている。一方で、日本支店の幹部や親族が、MRI インターナショナルの金融商品に100万ドル以上を投資し、 日本支店の従業員らの多くも投資していたことが分かっており、日本支店幹部らでさえ資産運用の実態を知らずに自社商品に投資していたとみられ、不正な会計は米国本社社長であるエドウィン・ヨシヒロ・フジナガが主導していた疑いが強い。2013年5月には山口博士を団長とする被害弁護団が結成され、エドウィン・ヨシヒロ・フジナガ社長を詐欺罪で 刑事告訴する方針が表明された。2015年7月には、米司法当局は、日本人数千人から不正に出資を募ったとして、エドウィン・ヨシヒロ・フジ・ナガ被告らを、詐欺罪などで起訴した。2019年5月、ラスベガスの連邦地裁は23日午前、有罪の評決を受けた社長、エドウィン・ヨシヒロ・フジ・ナガ被告に休刑通り、懲役50年の判決を言い渡した。 しかし公開されている裁判資料では裁判の帰却をせずに裁判を開始する胸の趣旨であるとの指摘もあり、誤報という声も上がっている。ありがとうございます。